若武者たちの活躍により俺の出番だね。馬隊、行くよ。この五条原での戦、是が非でも制します。全軍、敵本陣に向けて進行してください。ここが勝負どころってやつだね。さあ、今回は本気の本気で行くよ。任務を遂行する。兵器を起動せよ。うかつに近づいてくるなんて。生きていくよ。矢の雨で目を覚まさせてやるよ。
芝居は出てこないんだ。総大将なのに随分臆病でびっくりだよ。芝居の論法と並列だ。白髪性対応ある方の希望は感化できぬ。少しは早く戦が終わるかな。伝令が撃たれたと。お待ちかね。
の兵力で戦うのみよ。諸葛亮がいない諸葛亮興味深い死諸残った時を踏み潰した。よし、芝居が門を開けた。今こそ奴の首を取る時だ。敵将
き果たしてくれるわ。ここまで来て負けるわけにはいかないね。さあこの戦俺が終わらせるよ。ここまでだ芝居。お前の完治は破った。時代は私たちが開く。バカめが思い上がるな若造。この戦はお前たちにくれてやろうが、勝ったのは私だ。何？進めるのか。お前たちだけでこの先に続く道を。まさか。上昇。上昇。あなたなしで。夢と言うのですか。脅威。上昇。時代を築くのはあなたたちです。信じるままに進みなさい。最後に話せてよかった。あとは頼みましたよ。必ずや。志受け継ぎます。神の世を私たちの手で。星は流れ虚空へと消えた。希代の軍師諸葛亮、五条原の先陣に没す。比類なき英知で劉備を支え、劉備なき後もその大志に準じた男。その死は蜀のすべての者に深い衝撃と悲しみを与えた。指導者を失った蜀軍は一時後退、北伐は膠着が続く形となる。これからの蜀はいかに進むべきか。もはや仰ぎ見る空に輝く星はない。しかしその残光は、大志は残された者の胸に強く輝く。だから前へと進める。平穏なる神の世を目指して。続く戦乱の世の果てに目指すしるべがある限り、若者たちは戦う。光が指し示す未来へと向かって。おお、いるいる。よし、せーの、よい。はっ、よっ、はっ、はいや、ありゃ、し
諸君、天下まであと少し。俺たちが頑張らないとね。見ていてください、上将。陣の世、必ずや私たちの手で。